ルターの自筆インフェステブルグイーストウンサーゴット、ドイツ語、神は我がヤグラは、マルティン・ルターの最もよく知られた賛美歌である。ルターは1527年から1529年の間に歌詞を書き、旋律を作曲した。この賛美歌は、英語をはじめとして、多くの言語に訳された。聖書箇所は、編四46編である。英語では、 フリデリック・ヘッジとトーマス・カーライルの訳が知られる。日本福音連盟の成果は、三神は、白なりと訳している。1533年、神は我がヤグラは、ルーテルハトプロテスタントの伝統において、最も歌われる、愛称歌の一つである。これは、宗教改革の戦いの賛美歌と呼ばれ、宗教改革者たちをよく助けた。 この賛美歌について4つの話が伝わっている。現存する賛美歌集では1531年の収録が最も古いが1529年、1528年の賛美歌集にも収録されていたと考えられている。伝承では30年戦争時にスウェーデン語をグスタフ二世やドルフが歌ったという。賛美歌は1536年すでにスウェーデン語に訳されていた。 最初の英訳は1539年、マイルズ・カバーデールの手による。また、日本ルーテル・アワー制作のラジオ電動番組、ルーテル・アワー、この人を見よのオープニングテーマとしても使用された。均等な白節に直されたものオリジナルのリズムに、火星付けしたもの、ルターのオリジナルの旋律はこの時代の音楽に、一定な表紙がなかったためリズミックであるが、現在よく歌われるものは、 均等な白節と一定の表紙を持ったものに直されたものである。19世紀の音楽学者たちは、この賛美歌がルターの作になることを否定したが、さらに研究が進むにつれて、再度ルター作だと考えられるようになった。今日の音楽学者には、歌詞と旋律がルター作だという同意がある。ヨハンゼ・バスティアン・バッハのカンタータ80番、我らが、神は剣貴、砦をはじめ、 多くの作曲家によって編曲された。ヨハンゼバスティアンバッハの四世コラール集にも収録される。フェリックス・メンデルス・ゾーンは公共曲第5番、宗教改革のフィナーレに使った。また、マックス・レーガーも、このコラール旋律に基づいた、オルガンコラール変奏曲を書いている。ジャコモ・マイア・ベアは、オペラ、ユグノー・京都に使った。リヒャルト・アーグナーは、 皇帝行進曲のモチーフとして使った。神は我らの秘書がた力なり悩める時の最地書き、すけなり、さればたと、ひじはかはり山は、海の中央に移るとも、我が世は恐れじ、詩編四十六、一から四十六、二、文語訳聖書、三美歌千九百三年一、私たちの神は堅い鳥で良い守りの武器です。神は、私たちを苦しみ、 悲惨から助け出してくださいます。古い悪い敵は、今必死にあがいており、その大きな勢力と策略を用いて攻撃してくるので、地上の存在で、これに勝てるものはおりません。2、私たちの力は無に等しいのです。私たちは立ちえません。けれども私たちに代わって戦ってくださる方がおります。それは神ご自身が立ててくださった戦士であられます。 そのお名前を尋ねますかその御名は、イエス・キリストです。万軍の主なるお方であり、神ご自身であられるお方です。主は敵に譲ることはありません。三、悪魔が世に満ちて、私たちを飲み込もうとするときも私たちは、恐れなくてもいいのです。私たちは敵に勝利します。この世を支配するサタン、悪魔がたけり狂って襲ってくるときも、彼の手は、 私たちに届きません。彼は神の御言葉の一撃で打ち倒されてしまいます。4. 世人たちが皆神の御言葉をあざけり、御言葉を踏みにじって、恐れを知らない時であってもあるは、私たちと共に戦ってくださり、精霊と賜物を与えてくださいます。世人たちが地上の命、財産、名誉、祭祀を奪い取ろうとしても、世人たちは何も得ることはできません。 神の国は永遠にクリスチャンのものであります。原稿、悪魔原稿に宝とある。この箇所のドイツ語からの翻訳は、世の子我らより、肉の命を、財となお、はたまた歳子をも取らんとせばである。三美歌、第一、二編三美歌委員会編、形成者出版、共同観光協文館、1910年。ありがとうございます。